こんにちは。株式会社スピーチジャー版の三橋大輔です。今日のテーマはですね、あなたの強み専門性を探すにはという話で、結論は教えられることは何だという質問です。あなたの強み専門性を探すには教えられることは何ですか とといいうう質問に答えてみるということですねこれですね一番究極の質問じゃないかなと僕思ってるんですけどもやっぱり今ビジネスパーソンが個人発信の時代ですよこうやって僕も収録ができてるわけですね動画で話したり音声で発信したりできるという時代です一億総発信者時代ですよここ 2, 3年も一気に来ましたよね Facebook とか Twitter というところから始まってインスタがあって YouTube があって最近は TikTok も出てきてヒマラヤとかボイシーみたいな音声メディアもあっておそらくどん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 新しいのが出てくるでしょう気軽にスマホ1台さえあれば個人発信ができる時代なんですけれどもそこ一方でですね見る価値のない動画とか音声がある一方であこれは面白いなとか。 勉強になるななるるっていいうのがあるじゃないですかこれはビジネス上も同じであの人ってやっぱりピンが立ってるよねみたいな言い方僕するんですけれども人と違うよねとか何回特化してるよねとか何か専門家だよねって言われる方がライバルに打ち勝つ力が身につくわけですよこれは別にお勤めのサラリーマンの方だって絶対このピンは立てた方がよくてね何々といえば佐藤だよねと財務だったら絶対吉田さんだよねとかそういう自分の専門性とかブランドというのは絶対持っといた方がいいわけですよ でその時に究極の質問があなたが人に教えられることは何ですかということなんですね逆に言うと人かから教えてととと言言われることは何ででですすいいいいう方もよねあなたの強みブランド専門性を探すにはあなたが教えられることなんですよ 人に教えてきたこ,となんですよ、ね、これは面白いもんで自分は何々が強みだなと思うっていう自分目線で探すよりもですね自分の専門性とか強みっていうのは第三者が自分のことを見て評価してくれるってことが本当の強みとか専門性になることが多いんですよだから人が教えてほしいと求められたことが強みになるということなんですよね。 僕なんかも,もちろんアナウンサーという経歴があるので人前で、ね、上がらずにしゃべるにはどうしたらいいんですかっていう質問をもらったりとか人を引きつける話し方って何ですかっていう質問を受けるということはあそうかと人から見たらこういう質問に対して僕は回答できるような専門家と思われてるんだな という風な意識があるわけですよねだから僕は逆にあそういうことが教えられるような話し方の専門家であったりパブリックスピーキングの専門家っていうピンが強化されていったという経緯があります。 で、本当にこれからビジネスをもっと強化したいとか、起業したい、副業したいっていう方に一つおすすめの質問が今回のね、教えてほしいと言われた項目は何かとか、あなたが教えられることは何かということなんですよね。でね、これで必ず質問が出るのは、いや、例えば僕営業やってて、後輩から営業のやり方を教えてくれって言われるけれども、おこがましいと。僕よりすごい営業マンなんて日本見ればいくらでもいるし、そんな私は教えられるなんてもんじゃないですよって謙遜されている人がいるんだけど、 そういういいことじゃないんですよよく言うんですけど例えばもちろん営業マンだけのピラミッドで言えばそれは日本で1位ダントツ1位とかいるかもしれないですよでも1位の人に教えてほしいかっていうと実は全ての人が1位から教わりたいわけじゃないんですよハードル高すぎて僕はこの1位の人に教わっても日遅れしちゃって無理だなちょっと僕よりすごいぐらいの人から教えてもらう方が自分は、ね、ちょうどいいというふうに思ってる人もいるんですねなので実は人それぞれ教えられるような ジャンルルのの人人とか、まあ、レベルの人が違っていてい大丈夫なんですよだからピラミッドの頂点の人だけがそういうね教える立場になれるっていうわけではないということもぜひ覚えておいてほしいなと思うんですねなので必ずあなたは何かの専門家になれるし何かの強みを持っていらっしゃるのであなたが人からよく聞かれる教えてくれと言われることは何かという観点だしあなたが教えられることって一体何なのかというふうに探してみてはいかがでしょうか逆ににねそれれが教えららるるようになるぐらい 自分でどん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 専門性を高めれば専門家になれるわけですよね。本当に本を30冊ぐらい読み込んで、それを人に教える練習をして身につけさせたり自分自身も身についたら、もう僕は専門家だと思うんですよね。すごくシンプルに言えばね。なので人は誰でも専門家になれますし、あなたもね、必ず専門知識とか専門性っていうのはありますんで、自分の強みは何だろうないなというふうに迷っている人は全然悲観することはなくて、 あなたが人に教えられることあなたが人から教えてほしいと言われることという観点で探してみてはいかがでしょうか。えー、というわけでございまして今日はですね「あなたの強み専門性を探す質問教えてほしいと言われることは何ですか?」という話をしてみました今日のの話は以上になりますスピーチジャパンの三橋大輔でした。